イギリス軍事演習がとうとう南シナ海まで来ました。今回は空母クイーンエリザベスや各国の動きを詳しく見ていきます。しかし、実はクイーンエリザベス派遣にはもっと事情があるのです。中国の動きが今後どうなるのか注目です。イギリスのポーツマスを出港し、極東方面、極東方面への長期派遣を目的に、航行を続けてきた航空母艦、クイーン・エリザベスの軍事演習が、ついに、2019年7月28日に、南シナ海に到達したことが、報じられ注目を集めている。クイーン・エリザベスらの軍事演習は、2021年5月末の出港以来、大西洋から地中海を経て、スエズ運河を越えてインド洋に進出、今回の一大航海の最終目的地ともいえるアジア、太平洋地域に入ったものだ。出航後すぐの6月には、フランスの近海において、同国の航空母艦、シャルル・ド・ゴールとの合同軍事演習を実施し、以後も多数の地域に寄港しつつ、各国と複数回の軍事演習を行いながら、航海を継続してきた。合同軍事演習のみならず、6月末には中東において艦載するイギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型を、いわゆるイスラム国への掃討作戦に参加させており、貴重な実戦経験も重ねてきている。その後7月に入ると、クイーン・エリザベスらの軍事演習は、ソマリアの沖合やアデン湾において、海上自衛隊が、周辺海域の海賊対策に派遣中の護衛艦、セット・ギリア PP-3C 哨戒機との合同軍事演習も実施した。海上自衛隊の護衛艦、セット・ギリは、朝霧型護衛艦の6番艦で、2021年3月に、村雨型護衛艦の番艦、有明から海賊対策任務を引き継いでおり、5月には、フランスのシャルル・ド・ゴールらとも、合同軍事演習を行っている。ただし、この直後の7月14日には、クイーン・エリザベスの延べ約3700名の乗組員中、およそ100名が新型コロナウイルスに罹患していることが判明し、その後の航海が危ぶまれる可能性も浮上していた。しかし、イギリス海軍側では、クイーン・エリザベスの乗組員は、全員、新型コロナウイルスのワクチンを接種済みであり、今後の予定に変更はないと、いち早く表明し、その言葉通りに、今回南シナ海に到達した模様だ。今回南シナ海に到達した、クイーン・エリザベスらの軍事演習以外にも、同海域には、アメリカ海軍第7艦隊所属の沿海域、戦闘艦やイージス駆逐艦が進出しており、同時多発的に、航行の自由作戦を行うとみられる。具体的に、アメリカ海軍の艦艇とは、インディペンデンス級沿海域、戦闘艦8番艦、タルサと、アーレイバーク級イージス駆逐艦50番艦の、キッドであり、この組み合わせによる、水上行動群の編成も、初の試みとなっている。インディペンデンス級、沿海域戦闘艦8番艦、タルサは、基準排水量約2300トン、満載排水量約3100トン、全長 127.4m、全幅 31.7m で、最大速力40ノットを発揮、他国のフリゲート艦に相当する艦艇だと言える。インディペンデンス級沿海域戦闘艦は、その高速性能を実現するべく、船体下部が3つに分かれた三動線形状となっており、ある種、近未来的で非常に前幅、区の広いデザインが特徴といえる水上戦闘艦である。ただインディペンデンス級沿海域、戦闘艦の主兵装は、無形110型 57mm 単装速射砲1機、シーラム、キンサムの11連装発射機1機等のため、アメリカ海軍でハブイエルエ、スオ、
32セル搭載可能なコンステレーション級。フリゲートを後継艦に建造予定としている。コンステレーション級フリゲートは、満載排水量で、およそ7300トンの大型艦であり、従来的なあるし、オーソドックスな外観に、重兵装を実現させる方向であり、再び同様な敵艦艇との戦闘を念頭に置いた設計への回帰が伺える。さて、もう一隻の、キッドは、こちらは、見慣れたアメリカ海軍の主力である、アーレイバーク級イージス駆逐艦であるが、昨年2020年4月には、乗組員への新型コロナウイルスの罹患が発生し、一時は、その動向が注目された。アメリカ海軍では、大型の原子力航空母艦、セオドア・ルーズベルトに続く、2隻目の新型コロナウイルスの集団感染であったことで懸念されたものだが、キッド自体は、運用が継続されて、現在に至っている状態である。クイーン・エリザベスにせよ、キッドにせよ、航行中には、非常に閉鎖された艦内での乗組員の濃厚接触が危ぶまれたが、この状況を見るに、集団感染が発生しても、最低限度のリスクに抑える術をすでに確立しつつあるのだろう。さて、こうしたイギリスのクイーン・エリザベスらの軍事演習や、アメリカ海軍のタルサやキッドの南シナ海進出に対抗して、中国も同海域における軍事演習を行うことで、これを牽制する動きを見せている。中国メディアの環球時報によれば、今回の南シナ海での中国軍による軍事演習は、必ずしもイギリスのクイーン・エリザベスらの軍事演習の進出に向けたものではないと述べつつも、中国軍がこれに対抗可能だと説いている。当初、中国はイギリスのクイーン・エリザベスの極東への航行について非常に不快感を示していた感もあったが、ここに来ては比較的に自軍の対処能力に自信を覗かせるかのような態度でもあり、いささか不気味だ。中国側は自国領である海南島の周辺空海域において実弾を使用する軍事演習の実施を行うと発表しており、これも名指しこそしてはいないが、クイーン・エリザベスらの軍事演習に向けた牽制行動であることは明白だろう。ただし、イギリス国防省の報道官も、名指しで、中国の南シナ海領有の主張を批判する言動は言っておらず、通常の船舶が、同海域を航行するのと同じく、国際法に乗ったり、最短ルートでフィリピン海に向かうとコメントを出している。続けて、クイーン・エリザベスらの軍事演習がフィリピン海に向かう理由は、その空海域において、同盟国たるアメリカや、その他の準同盟国との合同軍事演習を行うことにあると説明されており、中国への批判は言葉上は見当たらない。日本側は、8月上旬に、日本の南方海域において、イギリスのクイーン・エリザベスらの軍事演習、及び、アメリカ、オーストラリアを加えた4カ国の合同軍事演習を約1週間の日程で実施する予定だと認めている。さらに、その後にも沖縄方面の空域において、クイーン・エリザベスの艦載機である F-35 ライトニング 2B 型のイギリス空軍及びアメリカ海兵隊の飛行隊と沖縄の航空自衛隊那覇基地の F-15 自衛、イーグルとの合同軍事演習が予定されている。個人的に注目すべきは、クイーン・エリザベスらの軍事演習が、南シナ海から台湾海峡を通過する航路で、日本近海に入るのか否かではないかと思え、どこまで、明確に、イギリスが、反中国の姿勢を示すのかが焦点だろう。また、クイーン・エリザベスの設計を主導したイギリスのバブコック・インターナショナル社は、韓国の軽空母計画への参入を目指しており、寄港地の一つに韓国が入るのかどうかについても気になる部分だと言えそうだ。いや、むしろ狡猾なイギリスの
軍需産業や政府からしてみれば、クイーン・エリザベスの極東派遣そのものが、東南アジアでの軍事ビジネスの拡張を目的としており、同級航空母艦2隻の建造費の改修に充当する思惑が大きいのかもしれない。